はい、こんばんは、島津です。本日も龍が如く7続きからやっていきたいと思います。前回ね、荒川のおやすさんの息子ね、荒川正人だったかなの、世話をするためにね、今からマンションに向かいたいと思います。それでは行きましょう。ね、しのぎで忘れてたっていう。荒川正人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。これが正人ですね。すいませんでした若、しのぎが立て込んでて。場所をわきまえろ。荒川正人、見た限りだとね、あの組にはね所属してない感じですね。あの何々直系とかそういったのが出てないから。すいません。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。彼女さんですかね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて。大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。キャバクラですかね。ホステス。あ、さ、キャバクラとさ、そのホステス、キャバ嬢とホステスの違いがいまいち分かってないんだよね、未だに。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。何すんの？何それ、電子タバコ注射だ。え、やばい、やばい薬じゃないのこれ。なんすかそれ。やばい薬じゃないの。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェドリンってなんすか。エフェ一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで、弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが速効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか。やばい薬じゃないの。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれやばい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。あ、そうなの。ここに打て。でもさ、え、俺、無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。
意気地のねえやつだな。その日本で認可が下りてないんだったらさ、この中の、うん、中の成分って海外向けになってるから危険じゃないの？大丈夫？体のほら大きさとかが違うからさ、その成分の含有量っていうのが日本人と合わないと思うんだけど。やべえ、めっちゃ見開いてるよ。え、モンキーだの？速攻性半端ないね。行くぞ。すごっ、1分も経ってないよ。うん、1分経たないうちに立てるようになったっていうね。おいおいおい、車椅子持っていけって。だってさっき言ってたでしょ、短時間しか効果がないって。切れた時にね、車椅子ないと。いらっしゃいませ。せめて持っていこうぜ、近場まで。あ、驚いてるね。だからずっと車椅子で通ってたんだ。うん、ここにはの。びっくりしちゃったよ。夢野さんいなさそうだね。この二人じゃないね。おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ。すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと暴力は良くないぞ。わかる。速攻話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。あ、ここだったみたいです。イベントが発生しました。ごめんね、こんなに混んじゃって。これが夢のサンダーね。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。それ理不尽だろ、ダメだと思うぞ。さあ納得いかないよね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、なんだと。話にならん。なんだとこれ、分かるように話せてんだ。何が紳士的だ、揉めてんじゃねえかバカ野郎。すいません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。
結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上、贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。あ、警視庁部長だって。警察やん。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあ、この女性を連れてお席にどうぞ。まあそれはね、ヤクザ絡みの、お金をもらうことはできないからね。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎、よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。何買ってきたのかね。気持ちだけですけど。なんだろう、なんだろう。なんか良さそうなもん。ハンカチだね、ハンカチ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。高いやつっていうかさ、あの質がいいやつを買ったって言えばいいんじゃないかね。それ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。かぶった。こらもう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケスだ、こいつは。いや。あ、マサトさん、うまいこと言う。ちょっとショックだろうで、ね。ちょっとじゃねえな。そんなこったろうと思ったよ。あの、相当ショックだと思いますよ。ほらよ、せっかく選んだのにって。ねえ。なんだろうね、こっちは。ダイヤ？いや、違う。これダイヤよりめっちゃいいやつ。ダイヤがね、並べられてるから。いくら？さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション一個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。置くじゃん。置くぐらいするよこれ。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。
めっ夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。めっちゃ金持ってんね、マサト。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。どっからさ、優しい。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。荒川組ってさ、三次団体だったはずなんだけどさ、よくそんなお金あるね。多分そっから出てるでしょ、こんだけの。うん。トイレ？春日が。でも今日は飲みがかりだしな。しょげてるわ。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だ、あいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか、もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった、じゃあ後で。がっつり裏でつながってるよ。いやー、これを聞いた春日どうするかね。だって、なんて話せばいいかすんげえ今迷ってると思うよ。確かにね、お金の使い方はもう異常だからね。最初はね、好きって思ってたかもしれないんだけど、あれだけ異常にお金の使い方とかしてたから、多分怖くなってね、今そんな愛情とかないって感じだよね。見た限りだと。どっちかっていうと堀之内さんとなんかね、愛人関係とかさ、わかいつからそこに、そんな感じになってそうだよね。で、聞いてたっぽいなこれ話。めっちゃうなだれてるよ。あの、わか。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。うわ、めっちゃショックなんでしょうね。多分ね、お金をこれだけ使ったとかそっちじゃないと思うんですよ。自分のその振る舞い方とか口説き方、それがダメだったっていうのに気づかされて相当ショック受けてると思う。そっちだと思う。自分はこれでいいって思ってたんだけどね、実際は全然違ったから。いや、これはショックですよ。え、返したの？一人で本当に。兄貴、若の付き添い終わりましたか？なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。やっぱ帰れないわな、ミツ一人じゃ。え、返したの本当に一人で？やばくないこれ。あれからすぐ帰るんだったらいいけどさ、マンションとかに。
もしまたさ、この街の中さ、こうほらショック受けてるからさ、なんていうのかな、放心状態でうろちょろする可能性もあるじゃないですか。それでね、薬が切れた時ごめんね、その時は心配だよね。だって車椅子も近くいないしさ、そんなんだったら立ってられないから、うん、移動もままならない状態になるんじゃないですかね。まあでももう今完全に別れてしまったんで、こっからはちょっと密と合流したいと思います。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。